自社工業法とは、神社仏寺の社殿仏閣を修復して、神事仏寺を厳格に実施させるために、公務権力が実施した一連の法制度のこと。衰退して捨てられた事柄を、本来の形に再興することを、工業と称したが、諸事情から自社の推理が進んだ、平安時代後期後各種の工業法が出された。例えば、これは、公家政権における申請では、 同社社殿の修復、新寺仏寺の再興、訴訟における便利、自社領内での折衝禁断などが掲げられ、施設や儀式の維持とそのために必要な所領などの経済的基盤の確保を図っている。また、鎌倉幕府の御成敗式目には、第一条に神社の修理と祭祀の宣伝、第二条に地頭の修造と仏寺の根行を定めている。これは、 武家政権の長である鎌倉殿による再試験の法的確立を目指したものであった。その一方で、本来正常に行われていた事柄が衰退して、廃れることを転倒と称したが、鎌倉時代後期になるとそれが深刻になっていった。その背景として、国外や武士による自社領の横領という問題もあったが、僧侶や神官によって信仰に付随して施設や、 儀式の維持とそのために必要な書領が、相続継承されていくうちに主有化され、宗教とは関係のない私的目的に利用されたり、場合によっては勝手に他者に売却される場合もあった。このため、神社、仏寺に帰属されるべき書領が、僧侶、神官の私物になってしまった状態を、元の状態に戻すことが、自社工業における最大の課題となる。特に現行による、 対外的危機は、後部権力を自社保護に向かわせ、天人相関説も、相まって、陰性や幕府における特性において、各種自社工業の規定が設けられた。これは、神仏、仏仏であった所領を、現在の所有者から没収して強制的に自社に変換させる一方、僧侶、神官の相続が私物化の原因にあるとして、僧侶、神官が職を、 弟子や師弟に無条件に継承させることを禁じた。こうした政策は、公家政権では、誤差が、亀山院世紀、武家政権では、北条時宗貞時政権期にあたる文営、公安年間に最高潮に達し、いわゆる公安特性の下で各種の診療工業が行われたほか、寺院に対しても同様の措置が見られた。だが、 鎌倉時代末期以後後部政権の失墜に伴って、特性そのものが衰退していき、有力武家による自身に、ゆかりのある特定自社への保護を例外として、自社工業法も有名無実化していくことになる。ありがとうございます。